ああ痛い。蜂の巣あったんだね。蜂に刺された。痛い。2箇所。痛い。中身があれか、これか。微妙なとこだねこれ。痛い。蜂の巣あった。チキショー、10位であった。昨日蜂に刺されて8時間くらい経って、腫れもなく、ね、毒出しが早くて応急処置早くてよかったなぁなんて思って、寝る前にちょっとお酒飲んだら、いきなりお酒だと思うんだよな、こうめっちゃ腫れ始めて、腕の方もちょっと見えづらいかな、腫れて。やっぱりこう蜂刺されの後は飲酒を控えた方がいいなっていうふうに思いました。開拓暮らしサンタのところ、伊藤サンタです。北海道は与一町で森を開拓しながら暮らしております。今週を振り返りつつ、今のサンタのところを歩く、形になっております。今日本日、6月の26月曜日です。草がやっぱり今勢いがすごいね。あ、最初に言っとくか。金曜日に蜂に刺されてだいぶ良くなったんだけど、2箇所、目の下とそれから腕の、だいぶ良くなったから分かるかな、あの腫れてます。久しぶりに土日あんまり仕事しませんでした。まあたまに休むのもいいね。たまに刺されます蜂に、たまにあることなんで、だからどうしたってこともないんだけど、雨があんまり降らないね。そして結構温度が高いね。畑にはちょっと雨欲しいなっていうところです。この間ねちらっと降ったけどパラパラだもんね。ニンニクは芽を取ってね、あ、下の方ちょっと取り損ねてるのがあるから今日取り切ってしまおうかな。菜の花は黄色く枯れてきたね。なんでねこう蜂に刺されて休養してたところもあって、ちょっといろいろ進まなかったかな今週は。まあそれでも2日の話だからね、これからもちょっと全力よりちょっとあと1週間はちょっと様子見でぼちぼちやろうかなと思ってるんでね、進まねえな、いろいろ。まあしょうがねえな。今週ね土曜日はね初のライブ配信を試みるという、こうココラコライフのラコニーに同伴されながら、冒頭10分以上はこうマイクが入ってなくて無音の状態で、お恥ずかしいっていう感じなんだけど、まあそれでもちょっとあれ、これいつ草刈りしたのかな。じゃがいもの花咲いてきたね。これのこの列はまだだけど、こっちはチラチラ7分で、ここがまだで、次またこの白いのが
で、あっちは紫のも咲いてるね。よいしょ。じゃがいも。アスパラはもう収穫やめて、今、立系に入ってますね。よいしょ。もうやっぱアスパラは、出だしの最初だけだね。売り物としては。あとはもうね、いつも言うけど、あ、逃げた。この虫。見えるかな？赤いやつね。重視星首長ハムシっていう、害虫にやられちゃって売り物にならないという現状でね、どうにかしたいんだけど、どうにもなってない状況ですね。こっち、ニンニクの芽まだついてるのがあるんで、今日取り切ってしまいたいなと思ってます。あとは、ここんとこキツネが来始めたね。2月が一番被害が多いって前言ったと思うんだけど、それはね、自然界に食べ物が一番少ない時期だし、雪で軒が上がってこう侵入しやすいっていうところがあるんだけど、今時期5月くらいからこう子育てしているキツネが子供に餌やるために必死になるっていうか、そういう時期なんだよね。初夏から秋にかけて。なんで日中、いつもは夜行性なんだけどさ、日中でも出回ってくる、見かけるっていう感じで、キツネが来て追っかけ回してるようなところですね。だけどさ、まあなんか気持ちがわかるっていうとちょっと語弊があるのかもしれないけどさ、俺も子育てしてる身だからさ、キツネに対して大変なのわかるよって、俺も大変だよってね、いう気持ちでね、なんかね、まあやられ、それでも俺も大変だからやめてくれっていうふうに言ってんだけど、まあここんとこちょっとキツネが来てるね。ちょっと注意しないとね。頼むよクマちゃん。頼ますよ。追い返してよキツネ。よいしょ。まあ中でフランを今してますよと。ニワトリちょっと移動しましたよと。こっちに。ね、何日か前から茶色いのも毎日産むようになってきました。今日も2羽2個ゲージの中にありました。まだ俺を刺した蜂の巣がまだ残ってるっていう。今日やろうかな、できるかな。この灯油タンクの下、ここ草刈り始めたらさ、こう揺らしちゃったんだね。まあ気づかないからね。見えるかな、わかるかな。蜂の巣、あまり近づかないとこ。黒いスズメバチの種類だと思うんだけど、あとこうこの下に蜂が出入りしてんだよね、スズメバチ。多分この中にも、巣があるね。それから結構今年はね、やっぱ気温が高いせいかね、蜂の巣がいろんなとこにあるんだよ。今行った行った。この外の流し台の目の前にあるこの節穴、いつもねなんか顔出してるやつがいるんだけど、いないね、出てこないね。あそこにも巣がありますよと。ちょうど、あ、いたいた、いるけど、ちょっと、取るには忍耐が必要だな。それからこのバイカウツギの藪の中にも巣があるんだよね。これはね、ギリギリこう威嚇されて気づいたから、刺される前に気づいたんだけど、あれどこだっけ。まあ分かりづらいところにあるんだよね。どこだっけな。
この間草刈りしてたらブワーって出てきてさ、うん、威嚇されたんだよね。これには刺されなかったんだけど、あれどこだ、あったあったけど、あ、小さいね、あったけど分かんねえべな、あれな、あれなんだけど、分かるかな、分かんねえかな。うん、あのいつもは手の届くところはガスバーナーでブーって焼くんだけど、あそこ灯油タンクの下はさすがにバーナーで火つけるのはちょっとやだな、怖いなと思ったので、これホーマックで買ってきました。8アブ、うん、これでやっつけちゃおう。しょ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 、あとはさ、梅の木の方行ってみようか。あ、また草刈りが中途半端なんだけど、先週よりは、少し進んだかなっていう感じで、で、毛虫、なんだっけ、出てこない、マイマイガだ、マイマイガの毛虫がすごいところがあったからと思ったけど、その前に、まあ今ハスカップ盛りで毎日嫁さんが収穫しております。マイマイガね、あのブルーベリーにもちょいちょい見かけるんで、見かけるたびに取ってるんですけど、うん、だけどなんていうか大量発生してるっていう感じではなかったんだよね。だけどこう手入れの行き届かないちょっと離れた土地の栗の木にびっちりついてたんだよ。やっぱ栗は甘いんだろうね。よいしょ、よし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 、うん、で草刈りしてたら鹿に会いましたね。小鹿だなあれは。よし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 、ああ、小道を通って今梅の木がある反対斜面に来ております。なかなかこっちの手入れがね、家の周りだけでも追いつかないから、よしよしよし、うん、まあだけど先週よりはねいいよね。あとマイマイガじゃない、なんか緑色のがいるっつってたね、うちの兄貴が。これ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 なんだい、いやちょっとピントが合わないね。こうちょっと閲覧注意かもしれないね。これはめっちゃいるね。あとで、うわめっちゃいる、めっちゃいる、もう音がする、食べてる音が。めっちゃいる、わかるかな、もうめっちゃいる、毛虫すごい。これはマイマイガじゃない、向こうの方がマイマイガが大発生してる。よいしょ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 、この木はねマイマイガが大発生してたんだよ。ほん、いなくなってる、もう食い尽くされたのかな。あ、ちょっといる。あれ、前々がじゃん。いや、もう分かんなくなってきた。
あの、前々がかもよ、そしたら。これから、もう食い尽くされたんだね。違う木に移ってんね。多分奥の木だね。こっちの木に移ったんだ。ああ、いるいる。めっちゃいる。前々がかな。なんだろう。ああ、スマホ持ってこればよかった。めっちゃ食ってる。めっちゃいるね。めっちゃいるね。なんだろうね、このふさふさなやつ。来てるね、ケムシの大発生。栗の木食い終わったらどうするべね。この栗の木もどうなるべね。死ぬほどのことはない気がするんだけど、木は木で強いからね。あれ、なんかチクッとしたね、今。このケムシの毛ももしかしたら毒あるのかもしれないな。ちょっと離れよう。やべえな。よいしょ。梅の木は、実が大きくなってきたね。実が大きくなってきたね。虫も、あの毛虫ついてないね。あ、くるみの木にも毛虫がいるね。同じ毛虫。うわあ、やばいな。どうすっかな。まあ、ちょっと考えます。まずこいつが何なのかってとこだよね。マイマイガじゃなさそうな気がするんだけど、ちょっと調べて。ほんとね、あの写真 Google フォト便利だね。わあ、ここにもいる。うわあ、ちょっと手に負えないかもしんないな、こりゃ。わかるかな。緑色の毛がふさふさしてて、よいしょ。この動画のを読み込ませてわかるかな。自然に近いところで暮らすっていうのはね、やっぱ虫が一番こう都会な人にとってもちょっと嫌な存在だよね。まあ実害が俺にとってはね、例えば作物あれだって栗だって害だよね。もうあれだけ大きくなって分散してるとガスバーナーで焼くっていうのじゃ対処できないよね。なんかコロニー見つけて、先に見つけておけば、そういうこともできるんだけど、まあ、でそういう風にコロニーのうちに対処してんだけど、まあうちの敷地もなかなか広いもんでね、完璧にとはいかないね。ほんとキツネだ、ケムシだ、ハチだと皆さん活発ですね。ヘビにもちょいちょい合うな。よいしょ。さあ、まあ本当今週はまだ晴れが引かないので、ぼちぼちやりますわ。初のライブ配信、まあ勉強になりました。蜂に刺されてぼちぼちやることにしました。フランは、自家フランはとりあえずやってます。予定日7月11日だからもうちょい先かな。あとは
なんだろうね、ハスカップ順調です。さくらんぼも、赤くなってるね。あの近所の人、さくらんぼ欲しかったら取りに来ていいですよ。あとはなんかあったかな。傾斜が全然進まない。でも今廃材をちょっと整理してるかな。なんでこう薪置き場に廃材が、カットした廃材が並び始めました。そんな感じで暑いからあんまり無理しないでやります。それでは皆さんまた。